はい、鈴木選手です。はい、おはようさん。おはようございます。マスクは外さないの？お気に入りです。そのマスクがお気に入りなの？はい。何のマスクなの？あの、SQS 班の森沢太さんの。森沢太。いただきました。森沢が個人的に作ったってやつ？あ、多分、あ、そうですね、はい。あ、そうなの？はい、いただきました。まあ、森沢といえば静岡で練習やってんだよね。はい、たまにあのお会いします。え、静岡の競輪にも来るの？北400の方でやってらっしゃるの で、うん、で私もたまに行くので。あ、たまに行くんだ、養成所の方に。はい。ああ、そうか、まあ、はい、そこは CSC か。 CSC ですね、はい。でね、はい、練習やりに、はい、ああ一緒に練習やったりする？いや、そういうわけではないんですけど、うん、あのもがいてる姿とかを、うん、まあ、見てるってだけで、あの、あ、はい、SQS 班ちょっとついてみたらいいの？そうですね、今度つかせていただくように、ね、はい、お願いしたいと思います。もうそれついていけるようになればさ。そうですね、うん、もう優勝です。ガールズだったらね、楽勝だろみたいな。何年かかるのか。まあ、いつついていけるようになるか分かんないけど。そうですね、はい、だって日々ね、強くなるためには強い人と練習やんなきゃって。そうですね、でその中には何かね、得るものは必ずあると思うよ。そうですね、うん、今度あのお願いしに行きます、ね、普段はどこでやってんの？伊藤競輪場でやってます。じゃあ近いね。そうです ね、近いです、うん、はい。普段練習三三でやってます。どうなの、三三でずっと練習やってて、あの競争は400だったり500だったりあるじゃない。はい。本人的にはあのさっき言ったように、あの三三と北400でも練習できるので、うんうん、あのうまく使い分けて練習してます。それ意識的に400もやろうかなってしてるわけ？そうですね、400がほとんどなんですけど、うん、400走る前は400行ったり、うん、はい。まあ、でも基本は33バンクで、あの、まあ、スピードある、はい、うん、まあ33だと丸々2周も変えても平気だしね。そうですよね、うん、はい、逆に400だと2周行くときついしね。そうですね、はい。まあ、それやり方でね、はい、いろいろあると思うけど。さあ、コレクションは何回目？何回目ですかね。数えたことはない？まあでも5、6回、うん、6回ぐらい。どういうこういう一発レースっていうのは、楽しみにしてきました。本人的には一発レースっていうのは好きなの？そうでもない？好きですね。3日間走った方がいいのか？あ、どっちも好きです。どっちも好き。まあ要するにじゃあ競争が好きってことじゃないか。そうですね、あの3日間こう初日2日で内容あるレースして、うん、最終日に優勝っていうのも好きですし、うん、まあ、こういう風に一発勝負走れるっていうのもすごく好きです、うん。一発で賞金こっちの方が高いでしょ？高いですよね、3日間走るより、はい。だったら普通賞金が欲しかったらこう一発が美味しいなと思うじゃない？そうですね、いいお仕事だなと、ね、思います。今回ラッキーだなと思いながら来るとこは。はい。ということは練習にも力が入るじゃない？そうですね、直前の練習手応えすごく良かったので、うん、あの本当楽しみにしてきました。今回楽しみ。あのまさか結構風が強いって言われて、まあ、昨日も結構吹いてたんだけど、まあ、明日も吹く可能性あるし。どう、風は？風は、まあ、吹かない方がいいんですけど、うん、まあ、吹いちゃったら体重もまあ、あるので、うん、まあ、そこら辺は大丈夫かなと、うん、思います。ちょっと明日天気悪そうですよね。だよね、ちょっとね、うん、下り坂だということで、はい。であと当然そうなるとディスクがスポークになったりするじゃない、はい。ディスクとスポークだとだいぶ違うでしょ？違いますよ ね、 ね、はい。スポークではどうなの？まあ、私はこう最後4コーナーでいいところに勝負できたら、うん、やっぱディスクよりかはスポークの方が、うん、まあ、前の人は垂れてくれるので、うんうんうん、あの私はスポークの方がいいかなと。あ、はい、あのディスクとスポークで走るときにギアは変えないの？変えないです。同じギアでやってるってことね、はいはい。それの影響は全くない？まあ、ディスクの方がちょっと踏み出した感じが重いかなっていうのはあるんですけれど、うん、まあ、流れちゃったらディスクの方がいいので、うん、ね、かかってしまえばね、はい、うん。それね、結構最近は、ね、天候でコロ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 変えられるし、はい、ね、はい、うん。まあ、ガールズのレベルも随分上がってきたとは思いますが。そうですね、みんな強くなって、はい、もうレベル高いですよね。もう頑張っ、この番組あの本気の競輪 TV 見たことある？あります。ある、はい、吉岡と五冠がやってますが、この二人のイメージってどういうイメージ？あのいつも YouTube で見てるんですけど、うん、こんな小さい携帯で見てるんですけど、うん、
小さい携帯でも迫力がすごいあるなって。どっちか2人とも2人とも迫力があるドーンって感じです。あそう、はい、2人のレースは見たことある？走ったの？あ昔 の、うん、あの流れてるじゃないですか、結構こう YouTube とかで何十年前のとか、うん、見たことあります。見たことある、はい、どんな感じだった？五冠さんはグランプリ、うん、グランプリで間違えて手を挙げたやつ、あのそれも見たことありまして吉岡さんのもあの、うん、先行している姿を見たことあります。あ本当に、まあ、しっかり見て、はい、その二人がね、はい、どういうふうに君のことを喋ってるかっていうのをねチェックしなきゃいけないしね、はい、帰ったらあのチェックですね。あさあそれでは明日に向けてカメラに向かって決意を、はいはいはい、明日一発勝負で、グランプリ以来のレースなんで、しっかり気持ち入れて一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。